ジブロック、これはさすがに看板でしょ。これ富士なの、ほぼ刺さるなのかな。次は銅ブロックだ、鉄ブロック、これどっちなんだろう。これは鉄ブロックかな、どうなんだ。火が、次は溶岩とヘスライドブロック、ハグ噂によるとハグも32億トンらしい。これは本当なのか、嘘なのかな。次はヘッドとスティーブと勝者、なんかメリンダ主観化してブロックを呼び出して、ゴーヘスライドブロックも降ってきてね、ポッと連打して勝者、ヘッドとスティーブ VS 勝者、これは勝ったでしょ。ゴー持ち上げてね、いけね、勝者ホルカ、ありがとう。次はヘスライドブロック行くと、ハヤテスキンドブロック、ゴールはさすがに引きでしょ。ヘスライドなんだ、崩れた。次は金ブロックと銀と原石ブロック、原石を焼くと金になるから、これも同じを押すでしょ。原石なんだ、なんで。次は寿司ブロック行くと、ハイレンヘスライドブロックが入っちゃいそう。これを普通に考えてチェストでしょ。土だぞ、あんなにヘスライド入ってるとき。次は普通の TNT と若干仕掛けてる TNT、これどっちなんだろう。まあなんとなくこれは普通の TNT かな。もう普通の TNT だ、重さ違うんだ。次は鉄筋タイヤーバーとヘスライドアーバー、本気の点って重さあるのかな。これはどうだ、ヘスライドが負けた。次は金ブロックとヘンチャーとキンリンゴ、はい、ヘンチャーとキンリンゴを作るとき金ブロックがハックが必要だから、これはキンリンゴかな。もう本当にアイテムなのに。次はヘザーボーダルとヘンドボーダル、これどっちなんだろう。僕の予想は呼吸を使ってね、ヘザーボーダル、ヘッドボーダルと呼ぼう。そうなんだ。次はヘッドライトブロック行くの、大量の看板、いやこれはさすがに大量の看板でしょ。ヘッドライトなんだ、看板本当に重さな。次は32億トンらしい鉱岩と大量のダイヤブロック、はい、これはダイヤブロックかな。軽々しく申し上げた、本当に32億トン。次はスノサンクとジャリサンク、うわこれどっちなんだろう。これはジャリかな、シャリの方が重い。次はフォークのハイクの大量のクモの巣、いやこれはさすがにこんだけあればクモの巣でしょ。フォークの歯なんだ。次はフォークのドア3個と鉄のドア1個、これはどうなんだろう。意外と同じ重さかな。鉄のドアなんだ。はいよ、フラミト1体と入るほどのヘスライトブロック、なフラミトだったらヘスライトだったらヘってコメントして、いやこれはさすがにヘスライトでしょ。ちょっと待って、持ち上げてね。うわフラミトさんすごい。